初めての長崎平和記念式典が開かれたのは終戦から3年後。 GHQ のビクター・デルノワ司令官が開催を許可し、二度とこのようなことが起こってはならないとメッセージを寄せました。平和への思いを称えて、この坂道はデルノワ通りと呼ばれています。フォーピース長崎から。